ちは。こんにちは。こんにちは。はい。まあやっぱり佐藤といえば WBC のこと聞きたいよね。ありがたいですね。あの優勝があるから今がありますからね。WBC ってあれ何年だろう。2006年です。ああ、アテネが終わった後だな。はい、アテネは2004年ですもんね。そうそう、はい、よく知ってんだよ。はい、もちろんプロ野球解説者ですから。その時は元気だろ、まだ。はい、病院のベッドの上にいました。なんだよ。判決板割れて。あ、そういうことなの。僕オリンピックとしていつも手術したんですよ。2000年のシドニーも手首手術で、やわらちゃんの銀メダルはベッドの上で見てました。へー、病室の。じゃあアテネのオリンピックの金メダルは、アテネオリンピック金メダル取りましたっけ。取ったよね。わかんない、取った。谷でも金っていう。あ、やわらちゃん、うん、あ、やわらちゃん取りましたよね。なんか野球話してんの。野球は俺コーチだって銅メダルで、WBC、はい、俺も言ってたけどさ、はい、緊張感ってすごいの、やっぱ。全くなかったっすよ。あんまりないタイプだもんね。はい、まあ、なんでかって言いますと、まず僕一番最初福岡に招集かかったんですよ、合宿で、うん、で、一番最初ミーティングが行われた時に選手見た時に思ったことは、絶対足引っ張らないようにしようと思ったんですよ。すんごいですよ、目の前にいる人たちが。僕キャッチャーじゃないですか。目の前にいる人たちもスーパースターばっかりです、うん、僕らは前年ちょっと頑張ったポットでなんですよ。一発屋芸人みたいなもんですよ。まあ、その時キャッチャーで招集されたって僕としげさんと相川です。でも王さんがもう佐藤に全部任せるから佐藤で行くからなって言われたんですよ。え、しげは？いや、わかんないです僕。で、その後で聞いたら王さんはもう松中さんと僕と一郎さんはもう決めてたって言うんですよ。この3人を一番最初に決めたって言うんですよ。でもちょっと自慢してる。いやいや、前年ロッテがソフトバンクにめっちゃ勝ったんですよ。あ、だから多分そのイメージが強かったと思うんですよ、うん、で僕ソフトバンク戦すごい打ってたんで。あ、え、生まれてた？生まれてますよ。2006年生まれてます。16歳。あ、もうそんな年なの？なんで、はい、そうですよ。あ、見てないでしょ。見てないです、全然見てないの。はい、 WBC 見てたのかな。なんかでもやっぱちゃんとは見てない。向こう行ったら朝明け方だからね、はい、放送は。そんなにかじりついて見てるというよりはお父さんとかが見てて、あ、野球やってんなーって感じだと思います。ああ、そういうことか、はい、だって今 WBC 行ったら開幕戦から盛り上がりますけど、うん、僕らの時開幕戦中国だったんですよ、はい、東京ドームで、うん、観客1万2000人ですからね。いや、だってもうそこら辺はどっちみち勝つと思ってるからね。はい、だから僕もよく分かんなかったんで、アジアリーグで負けなかったらもうお役ごめんと思ってたんですよ。だから1次で負けるのは許されないと。いや、もうそれは許されないよ、はい、でもその時1次は どこだよ。韓国、台湾、中国、日本です。あ、いつものメンバーだね。はい、まあ、そこ3連勝でしょ。そうです。だから、まあ、結局韓国に負けたんですけど。負けたの。はい、石井博俊がスンちゃんにスライダーライトスタンドでホームラン打たれて2対1か3対1かなんかで負けたんですよ。でもまあ2位で出れるじゃないですか。うん、まあ確かに。これでもう役目を果たしたと思ったんですよ。もう終わりだと思ってた。はい、これでもうあとはボーナス本戦行くよな。はい、ボーナスステージですよね、僕の中では。じゃあね、予選は緊張感あったの？いや、そんな緊張感なかったですけど。緊張いつするんだよ。したことはあるんですよね。緊張したことはありますけど、はい、WBC に限っては本当に緊張しなかったですね。一番しそうですけどね。いや、楽しいしかなかったです。あ、いや、俺アテネコーチで経験してるけど、うん、みんなもうピリついてたからね。やっぱ金メダル絶対取らなきゃいけないって、うん、オールプロで行ったから初めて、うん、で長嶋さんだし、だって WBC 絶対金メダルっていう感じじゃなかったじゃないですか。そうだっけ。はい、だって初のメジャーも、うん、全メジャーも出ての初めての大会だったんで、うん、そんなね、メジャーで優勝したいと思ってやってるわけでしょ、みんな。いや、みんなかどうかは分かんないですけど、僕はどこまでいけんのかなと思って。手探りの、はい、まあ初めての大会、はい、どんな感じかも分かんなかったんで。なるほどなるほど。二次リーグからアメリカに行って、うん、アメリカどこ行ったっけ。一番最初はアリゾナのピオリアっていうところで。ピオリアね。で、合宿をしたんですよ。僕ら二次リーグからだったんで、うん、マリナーズとか練習試合結構したんですよね、うん、レンジャーズとか、うん、で練習試合してアナハイムに移動して、うん、で、アナハイムだっけ。はい、エンジェルススタジアムで二次リーグアメリカ、メキシコ、韓国とやったんですよね、うん、で初戦アメリカ戦ですよね、うん、で石尾さんがこんなメジャーなんてな、大したことないや、俺がいきなりバチン行ってくるからちょっと行ってガボン先頭としてホームラン打って、すげえと思って。あ、そう。はい、いや、そのイチローの存在ってどうだったの。いや、大きかったですよ。メジャーよく分かんないじゃないですか、うん、その時のメジャーリーガーがイチローさんと大塚さんだけだったんで、だからピッチャーは大塚さん中心に、うん、そのメジャーのボールとかマウンドとか、うん、そういうの審判とかいろいろね、コミュニケーション取って、野手はイチローさん、だからもうイチローさん向けイチローみたいな感じです。
じゃあミーティングの中心にいるのはイチローっていう。ミーティングとかなかったですよ。ない、はい、ほぼ。どうやって会話するんだよ。その都度聞いていくっていうのがある。はミーティングとかほぼなかったですよ。相手のこと よく分からなかったですよ。あ、そう。僕メジャーとかも全然見ないんで、アメリカもチーターとエーロットとケン・グリフィー・ジュニアとクレメンスだけ知ってました。それも誰でも知ってるよ。大体。あとも誰、あと全然分かんなかったですよ。いやでもさ、イチローって初めて同じチームメイトになったわけでしょ、はいはいはい、自分の想像してたイチローとやっぱ違った、はい、全然違いますよ。もう本当いいお兄ちゃんみたいな感じです。あ、そう。あ、もうなんかあんな近寄りがたいとか雰囲気あるみたいな、うん、テレビで見れた人とは全然違う。報道関係でもなんか寄せ付けないっていう感じがするじゃない。俺らも現地に行ってたんだけど、なんかこう声かけにくいっていうのがあったんだけど、仲入る全然さ、もう本当近所のいいお兄ちゃんみたいな感じです。すごい接しやすかったです。あ、そう、はあ、何でも話聞いてくれますし。逆に意外だったの。意外だった人、ロッテが8人もいたんですよ。そんなに選手いた。はい、野手が僕と今江西岡、うん、でピッチャーが清水直、渡辺俊介、矢蓋、藤田、小林宏樹。いいのいたね。だから8人もいたんで、んで上原さんがなんかもうチームロッテみたいだから俺もロッテみたいな感じでいつも上原さんが一緒にいて、だからなんか雰囲気がいつもと一緒だったんですよ。え、仲良かったのみんな。めちゃくちゃ仲良かったですよ。あのみんなかどうかは知らないですけど、うん、僕が見える範囲は。なるほどな。でも誤審があったよね。はい、ありましたね。アメリカ戦になったのかどうなのか。だからあれも僕らはベンチから見てたんでよく分かんなかったんですよ。あれタッチアップだよな。はい、でセーフになって、だから僕らが怒ってたの、はい、僕らがえっって言ってたのが判定って変わんのみたいな。ああそうだよな。に対してびっくりしてただけで、うん、知ってる。どういうのどういうのでした。いや日本がタッチアップしたの、はい、でセーフになったの、はい、そしたらアメリカがあの抗議をして、うん、タッチアップが早いって、はい、ベース離れるのが、あ離れるのが早かったの、うん、それでアウトになったの。覆したの。へえ。でもリプレイとかはそういうのってちゃんと見て覆したの。いやリプレイはまだない。見てる。その時ないんで。そっかないのか。だから三塁コーチャーと主審のボブ・デビッドソンが話し合って、はい、セーフがアウトになって、そんな判定変わるおかしいよみたいな。でも剛がランナーだったんですよね。うん、剛が早かったかどうかなんてもう分かんないんですよ。はい、え、そんなことある？え、早かったのかな？っていう。はい。感じで、で結局最初最後藤川がエロットに打たれてさよなら負けしたんですけど、あの今みたいにスマホもないですし、うん、ガラケーだったんで、うん、インターネットもそんな発達してないから情報全くないから何だったんかなみたいな感じで、いやもう大騒ぎだったんだ日本はね、うん、だから聞いたんですよ。でだから日本から来た人に聞くと、あの事件から日本で爆発的に WBC が注目度が一気に集めて視聴率がぐわー上がっていったっていうんですけど、アメリカにいたら全く情報入ってこないんで、そう、まあ、行く時成田飛ぶ時お見送り誰もいないですからね、関係者しか。で旅行客があれこの人ら野球選手っぽいよねみたいな感じで静かにアメリカ行ったんで、盛り上がってるかは全くなかった。まあまあそうだよな、よく分かんなかったんですよ。まあ、でも負け、初戦アメリカで負けて、で次メキシコだって、まあでもあと2回勝ったら準決勝いけるんやから、まあまあいけるやろ、明日も松坂やしって、でメキシコに勝って、で韓国戦ですよ。まあ3連敗でもう2連敗とかせえへんわと僕の中ですよ。で前回も結構完璧に抑えてると、いけるいけるよって言って負けたんですよ。負けたら危なかったんだよな。あ、もう負けたらダメやんなって。いや違う、負けてアメリカが向こうで勝つと、はい、アメリカと韓国が行く予定だった。そうそうそう、はい、ま、じゃあアメリカ負けちゃったんだよ。自力はなかったんですよ、はい、でなかった。もうみんなで帰ったら開幕するからシーズンが、うん、もうじゃあ帰り自宅やなみたいな感じになってたんですよ。負けちゃったねみたいな、うん、でもひょっとしたら準決勝行ける可能性があるからって言ってサンディエゴにチームで移動したんですよね、うん、で移動して夜にメキシコ対アメリカの試合だったんで、とりあえず練習できると、ペトコバークで。だから練習したい人たちだけしようと、帰ってからもシーズンあると、休みたい人たち休んで練習したい人たちはしようって言って自由だったんですよ。僕は練習はしたくなかったんですけど、ペトコバークに行きたかったんで。まあ大体そういうタイプだよな。ほんでほんで行ったらちょっと動かなきゃしょうがないのに。いやいや全く動かないです。行ってあのスタジアムを見学です。動いとけちょっとでもお前でスタンドに座ったりして、あこんな感じで見るんかみたいな感じでやって、で移動もバスとか乗らなくてもよかったんですよ、各自だったんですよ。なんか メジャー式だよな、はあはあ、だからもう帰りも福留と一緒に
ちょショッピングモールを帰って歩いて帰ってくるっつって歩いて球場からショッピングモールに買い物行ってゾロマンホテルに帰って帰り支度してて、いやまあとりあえずおテレビやってるのはよくわかんないけど見とこうかって見てたやつ、メキシコダービーの前後、そしたらあれメキシコ買ったよって、でカジと見てたんですよ、候補のロッテの、はい、で、こう買ったけどこれどうなんのやろなってなった時に電話かかってきて、あの寝室で言うことになったからミーティングするから何時にしようみたいな感じで、で集まって王さんがこれ頭持つ以降みたいな感じになって、いいと、まあ緩いっちゃ緩かったよ。そうなんです、ね、だって俺は報道関係で行ってて解説で、はい、泊まってるホテルとか行って、うん、先生がうろうろしてて、うん、飯も食おうやって言って誰かと食ったんだよね、うん、ご飯なかったっすもん。そうだよな、はい、ご飯なかったんですよ、そうチームの、うん、だその代わりミールマネーっていうクレジットカードみたいなカードで、はい、この中に十何万円入ってると、へえ、うん、十何万円入ってるからそれで食事全部しなさいっていう感じで食事会場用意してくれなかったんで、僕らもメディアの人とかにご飯連れて行ってもらったりして、うん、食事行ってたり喋りもせない英語でルームサービス取ったりしてたんですよ。へえ、で途中からできたんですよね、ご飯が。サンディエゴ行ったぐらいからがなんか、そうそうそう、めちゃめちゃですね、十何万入ったクレジットカードもらって自由時間じゃないですか。そうそうそう、自由時間、だからそれでみんな昼間とか暇な時はあのそのアバクロがめっちゃ入ってたんですよ、はい、あの爆発的に、はい、そう、お前服屋やね、あ、で日本はそうですよ、で日本で売ってないと、うん、でみんなショッピングモールにこのお金でアバクロ買いに行ってましたいいんかい、そんなで自由時間ですもん。まあまあ、そりゃそうだな、はい、うん、好きに過ごしてくださいっていうね、うんうんうん、で準決勝行ったんですよ、うん、韓国戦で準決勝で負けたんだっけ、勝ったじゃないですか、6対0ぐらいで、あ、その時か、旗立てる、それが旗立てたのが2次リーグのアメリカ戦かなんかですよ、あ、じゃあ日本に勝った旗立てたんです、そうでしょ、あ、それ2次リーグです、うん、で、イチローが燃えて、はい、で、上原さん回答して、で、途中雨で1時間半ぐらいの中断挟みながら6対0か5対0ぐらい勝ったんですよ、うん、決勝やと、キューバやと、でもキューバはほぼ勝ったことないと、いや、そうだな、ってなった時にみんな勝ったことないから強いって言うんですけど、はい、こんなこっちとはやったこともないし、はい、そんな分かんないじゃないですか、はい、あ、そりゃそうだよな、そうなの、でもキューバの選手ってハマキ吸いながらやったりとかするからね、え、プレー中にというかベンチで、じゃあオリンピックとかベンチとか、はい、あのブルペンとかでハマキ吸ってたよ、コーチとか、ええー、みたいな、うん、そういうチーム何対なんだっけ、10対6からかさ、初回に4点ぐらい取ったんですよ、うん、バカバカバカって、うん、でもその裏に先頭打者ホームラン打たれて、まあ7回しながら1点差か2点差まで積んだんですけど、8回かなんかにまた4、5点取って、うん、で結局10対6ですよ。外だってホームラン打ってたのはあれはあのメキシコ戦です、メキシコ戦か、はい、うん、でも4割9厘ぐらい打ちましたからね、だからベストナインだ、はい、そっかそっか、うん、キャッチャーそれで一躍こうスターになってた、あ、そこがあったからこそなんですね、そうそうそう、今もそうですか、 WBC ベストナインで仕事してますから今よかったなあれはよかった、あれはよかった、そうそう、でも WBC があの2大会連続で世界一になったから、うん、また余計にクローズアップされて、うん、第1回目のベストナインで、はい、キャッチャー、あ、もうそっか、もうそれで飯食ってる、うん、すごい、今でも引っ張ってるわけです、いや肩書きだってロッテ一筋16年とか言ってくれないですもん、はい、WBC 世界一ベストナイン、ほぼ9割この方がいいです。よかったっす。よかったね。